旅立ちの3月、芸能人、著名人の卒業、引退まとめ、年度末の3月、芸能界でも卒業や退社、そして解散と節目大きい一月となった31日放送のテレビ番組では、落語家の林家木久扇氏が笑点を卒業した。また TBS サンデーモーニングでは36年にわたり総合司会を務めたタレントの関口宏氏が勇退。多くのスマップ関連番組を担当した鈴木治氏も放送作家、脚本家としての仕事を廃業した。お笑い界では和牛、アマコインター、安全漫才などのコンビが31日をもって解散。日本テレビ、藤井貴彦アナウンサー、上重聡アナウンサーはフリーに転身。さらにアイドルグループセクシーゾーンはメンバーの中島健人が31日をもってグループを卒業した。ネット上では上記のタレントの名前がたびたびトレンド入り、多くのファンが現体制最後の活動や番組最終回を惜しんだ。